ぶりやな、でも4年ぶりか。久しぶりですね。え、久々に会いすぎてね、ちょっと軽く緊張してるんです。緊張する球じゃない、ピッチング選手なんで。あー、でもそれ言ったら俺も緊張しとったよ。ワクワク、ワクワクと緊張ないと分からなくなるもんね。4年前ですね。ね、もうまさにもうシンガポールで。まさに、なんで日本で会うのは初めてです。そう。で、アルビレックス、あの新潟シンガポールというチームで、あの1年間一緒にプレーしました。シンガポールリーグに、日本人だけのチームがあるんですよね。そう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 。全員日本人。全員日本人で、そこで、まあ一緒だったんですけど、全員がね、シェアハウスなんですよね。そう。大体、5人部屋、4人部屋、あ、5人の部屋もあったんや。5人もあった。あ、そっかそっか。シンガポールの、まあ、コンドミニアムというマンションを5部屋くらい借りてるんですよね、多分。うんね。それでもランダムに選手がシェアハウス1年間する。で、そのシェアハウスの 3LDK で3人暮らししてたんですけど、うん、その1人のが瑛太くん。瑛太くんと僕と山田美希也っていうね、うん、あのポンコツがあるんですけど、ポンコツって一番遅くったや。俺はね、関係性知らんけど、なんかね、最初はなんかこうやって、ああ、なんか、なんかね、年で言うと、瑛太君と僕は3つ下ですよ。3つかな、そうだね。瑛太君が高3の時に僕が中3で、美希也君が高1。シェアハウスすることってまあないんですよね、この今後の人生で。ないね、いやもうないね。いや、お互い今があるけど、あの時ってすっげえ楽しかったなって。めっちゃおもろかった。ただ、入った瞬間は最悪やった。最悪でした。ね、いや、本当に、まあ、言ってもね、福岡でも一人暮らしだったし、はい、ねえ、こう、ね、ミニは3の時は、はい、一人暮らし、一人暮らしやろ。そういった中で、なかなかね、マジでおもろかったっすけどね。いろいろあったけどね。まあ、特にやっぱね、一番最初はゴキブリ問題、ね、ゴキブリっすね。お互いゴキブリが嫌いって中で、一応そうですね、ゴキブリが腐るほど出るシンガポール。マジで言ってない。ゴキブリハウスやったよね。マジでやばい、スプレーダメ。赤もう入る入る入る、ほら。いや、スプレーだよ。入る、落としてくるから。入るわ、これ。なんとかします。入る入る。やばいやばい、やった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 。その時から料理好きでしたよね。あ、料理ね。料理はしよったね。なんてか知らんけど、僕とミキヤ君が食べる料理を何かしらが瑛太君作ってくれるんですよ。あ、俺やっぱね、人に作るのがすごく好きなんよ。で、美味しいって言ってくれるのがすっごく。僕らミキヤ君と肉買って帰ってきて、ちょ、瑛太君焼いてくださいって言って、何か知らんけど瑛太君食べへんねんけど肉焼いてくれるんで、ね、それはめっちゃ皿洗いけないやったんで、瑛太君が食べた料理も僕らが皿洗いするみたいな。ああ、そうやね。だから僕らの料理は瑛太君が作ってくれるっていう契約で、まあ、ね、言ったね。仕事間違えたなと思ったの。サッカーじゃなくて料理だよ。めっちゃ好きですよね、本当に。めっちゃ好きよ。今でもね、作るの楽しいし、で、やっぱでも一人で作るとなんか虚しいからね、はい、あの、はい、あんまり家で作らんけど、今 YouTube をね、はい、やっぱやると、はい、皆さんがね、こう、ね、いろんな反応あるし、やっぱ見てくれると意識すると、すごく楽しくて、はいはい。何が一番思い出？僕が、うん、カジノもそうですし。カジノね。チームとしてカジノダメだったんですよ。まあね、あれちゃんと、一応、まあ、ちゃんと契約してましたもんね、カジノダメって暗黙の、まあ、向こう分かってたと思うんですけど、部屋のところにカジノ表を作って、僕と瑛太君と美希也君で、ねえ、先生から聞いてました。名前で3人の名前書いて行った日にちは書くけど、いくら負けたかプラスかマイナスで書いていくっていうね。たまにコーチ部屋入ってくるんで、カジノ話して、若干このカジノには見えへん感じで書いてました。そう、数字だけで、ね、数字だけで、数字だけ。もうなんか知らんけど、瑛太君もう引退するって決めてましたね。ああ、そうね。だからもうめっちゃいろんな勉強してたイメージが、英会話とあれ、まあね、外国人勉強って言っていいか分からんけどね。じゃあ瑛太君、英会話と NX も勉強しましたよ、ね。まあ勉強っていうかね、まあ知ろうかなみたいな感じでね。最後の農会の中山筋肉のネタを覚えてました。あったらめっちゃおもろいけどね。振り行けよ、振り行け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 頑張れ頑張れやーだばいガッサンコー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 マジで笑った。なんかエンデ君あんまりそんなことね、普段やらないキャラで、結構、いや、僕は同じ部屋やったんで、結構気さくに喋れますけど、後輩ってなかなかエンデ君に喋れない
感じでしたね。出しちゃうよね、それ。いや、マジで、多分僕と同じ部屋じゃなかったら、エイト君に喋りかけるのは、かけづらいオーラを払ってました。いや、確かに。特にシンガポールの時はもっと嫌な、多分先輩し、顔しょったもん、なんか。喋りたくもないし、みたいな。嫌です。マジで、本当にもう、多分こんな、エタケンっていける子が入ってあんまりいないですよね。だって、他みんな結構ね、全然、カワとかも全然喋ってないもん。そうですよね。みんな喋ってない。フジとかも最初さ、めっちゃ来てくれたのにさ、俺今って超反省したもん、なんかね。いや、あんな面倒見てくれたのに、出しとったな、そうなんですか。そうそうそう、いいよ。だからもうね、心が狭いに。だから僕とミキヤ君くらいじゃないですか、本当に。同じ部屋の僕ら二人が、まあね、まあ部屋でやっぱね、同部屋やけんね。だ結構先輩の人と、エイタ君も上とエイタ君一緒にいたんですけど。ああ、そうそうそう、やっぱ先輩が多かった。あんまり、アビの時も先輩がずっと多くて、それいすぎて、そう、一つ言い訳として、先輩といすぎて、後輩と扱い方があんま分からなくなるのよ。絡み方というか、そう。本当に同部屋になってなかったら、あんまり喋りかけないと思います。確かにね、ミネの性格やったら、まあ、そうやろうね。僕もあんまりこういっぱいな人と喋る感じでも、ね、ない感じなんで、うん、この部屋の中で。ああ、でもこう話していくと少しずつ思い出すわ、いろんなシーンを。僕が知ってるエイタ君がもう筋トレ目覚めたじゃないですか。あ、アビスパの時もやってますか。やっとったよ。やっとったけど、1年目にね、めっちゃキーパーバチから言われたときに、もやしとか、お前それじゃ戦えねえよ。細いきますか。あ、そう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 。だって体重もだって80キロなかったもんね。そうなんですか。え、マジですか。それで1年で5キロぐらい減らして、筋肉で、はい、それでそれでも腰も細まっちゃうぐらいの感じだけどね。まあ、今思い返してたけど、エイタ君イコールもう僕筋トレじゃったじゃないですか。でもうわけわからんか、そのプロテインが。いや、分かったよね。いや、こんなね、めっちゃ大きい円のテーブルに遠慮してたもん。いや、もうプロテイン十何個あって、でそれ全部使い分けてたじゃないですか。これは朝や、これは夜やとか、カゼインプロテインみたいな。エイタ君何個まだ買ってきたんだよ、言うて。また買ってきた。また買ってきてるやん。まだ飲み切ってないやろみたいな。僕とエイタ君ぐらいでしょうね、ジム行ってたの。そうやね。シンガポールはもうめちゃくちゃ、そうやってこう運動、健康に関して、フィットネスに関して、すごく設備が整ってて、もう各エリアの公園には、もう懸垂棒とか腹筋とか、うん、まあ、あとジムもあるし、ありましたね、そう。日本と違いますよね、結構、ガチでみんなやってますよね。やってる。でも、あれがやっぱり、今、世界的には、特にアメリカなんかは、フィットネス人口、ね、30% ぐらいあるわけよ。多いですね。なんて、要は10人、3人は運動、何かしらの運動してるわけ。日本の分布ね。2% とかでもあった大人の計算で確か。なんで始めたんですか。始めたきっかけとか。もちろんこれ、サッカー引退して、ジムするわけや。はい、で、まあね、全然そこそこありがたいことにお客さんも来てもらって、はい、やっぱ収入的にはやっぱサッカー選手の何倍ぐらいとか、こちら稼げる、はい、なって、充実感はあるけど、やっぱサッカー選手の時ってさ、試合でも出てないし、有名でもなかったけど、応援してくれる人がいる、ね、なんかある程度ちょっとこう、チヤホヤっていうか、はい、まあ、かりやすくチヤホヤしてくれる方がいて、はい、なんかそういうことがなくなると、なんかこう、あれなんか、俺ってなんか何者なんだろうとか思い始めて、なんか忘れられていく感じがしてしょうがなくて、何者かになりたいんだったら、周知なんてことはないわけやろ。恥ずかしい。やりたいわけやろ。もう恥ずかしい、でも恥ずかしい目で見られてるって知ってくれてるってだけ、まあ、そうですね。まあ、それも含めて、とりあえずちょっと YouTube をやってみようと。なんで食事ブログにしたんですか。いろんなこう、毎日その時のやっぱトレンド、今はちょっと YouTube のトレンドっていうか、はい、流行るトレンドっていうのがあるやん、はい、ね、そういうので、その時はやっぱり毎日投稿とか、はい、数が全てだよ、数が正義。とりあえず100投稿からスタートだっていうのを、はい、ググって調べて、はい、そう、じゃあ毎日やるってなんだ、はい、で俺そういうのすぐ計算するんや、はい、頑張ろうとするせんよ、ね、トレーナー指導権さ、毎日できる、そう、無理せずに毎日投稿できるもの、続けるもの、イコール企画じゃダメなんだなってなると、まあ、でも自分を知ってもらいたいってことは自分の生活スタイルをどっか一部を見せればいいんじゃないかなと思って、はい、まあでも後々ちょっとトレーナーやけん、なんかライブトレーニングでぼんやり考えてたけどさ、はい、そういうのもできたらいいなと思ったら、あ、じゃあ食事だなと思って、食事
さっきも言ったけど、何者かになりたいってことは、うん、知らない人に知ってもらいたいなって。僕、エイタ君に電話したんですよ。50分ぐらい話して、で最初僕、いや、YouTube 無理っすみたいな。いや、でも、もうこのまま人生終わるよみたいな。まあ、そう、そこまで言いましたね。だけさっきの話を、さっきの話を勝手にね、さっきの前もそうだろみたいな、多分ね、そのように言ってました。俺、人生終わっていいんかみたいな。いや、恥ずかしいっすみたいな。でも恥ずかしいとか言ってられへんぞみたいな感じでね、僕も犬飼って犬の投稿しますって言ったんですよ。そしたらなんか、いや違うと峰和樹っていう人のファンを作らないといけないみたいな、うん、もう僕その次の日にね、もう登録全部して、そう、行動する素晴らしい、その行動力が素晴らしい、ね、もうめっちゃ恥ずかったですけどね。ここまでやるのがなかなか行動つさるけんね、聞いてやろうと思って、ね、実際行動つさるの時間かかるしね。すごいですよね、でも自分のジムってやばくないですか。いやいや、そんな大きいジムやこじんまりしてね。嬉しいテンション、もともと筋トレしとったよ、はい、でも筋トレしてある程度筋肉買った方が俺しかっこいい男と思ったし、あと一つが年重ねて引退して選手って大体太っていくやん、はい、であともう引退しちゃったら顔つきも変わるやん。間違いないですね、うん、なんかそれでなんか衰えていくのもすごいやったけん、だったら好きなこともしながら体もかっこいいのに追い詰めていきたかったってのもある。その本当にその2つやね。まあでも初めて見てやっぱ一つ気づいたのはやっぱお金にやっぱなりにくいよ、ね、あとは時間を売っとるから、はいはい、なかなかそういうとこあるけど、やっぱ体でもねいい、やっぱいやでも本当、いやトレーナーでも筋トレしたくないけど、はい、せざるを得ない、なぜならトレーナーだから、セットルとそうってなるとやっぱり食事も健康やし、はい、筋トレもする、そうするとやっぱりね生活リズム、自律神経その他生活リズムっていうのがすごく整うけん、すごくいい。もう絶対体とね筋トレと結びつとかありますか。いやもうそうよ、興味一体よ、マジでそうですよ、ね、心と体は本当に興味一体やけん、どっちが悪かったらどっちが悪くなるし、どっちが良かったらどっちが良くなるし、これ確実、もうねそんなエビデンスはもう腐るほどあるしね。表情も、あ、なんか俺やられてる。